のまあブレーキシューが焼けた程度になるはずだから。今日はですね、俺と同い年1969年のビートルのレビューをしたいと思います。はい、それではオーナーの佐々木くん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。はい、あ、髪切るの？これ切る前に髪切る前にビートルのレビューをさせてもらうということで急遽動画を回してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんつっても俺と同い年の車と対峙できるっていうのは本当に素晴らしいです。ナンバーが2は5、今となっては希少のこのナンバープレート、どういういきさつの車っていうか、まあ、もともと親父が乗ってた車なんで、親父さんの車、はい、それを、引き継いだ形。もともとはこの車両は盛岡の神経師さんが乗ってたらしいんです。あ、そうなんだ。じゃあそのお父さんがこれゲットされたのっていうのは大体何年ぐらい前なの？15、6年前ぐらいだと思いますけどね。走行距離がまだ4万3000キロ。おそらくメーターは回ってないとは思うんですよ。なるほど。多分うちに来てからもう多分3000キロ走ったか走んないかぐらい。あ、そうなんだ。多分3万キロ後半ぐらいで来てると思う。なるほど。これ前途とかしてんの？これは全塗装してます。何年前に？10年ぐらいにはなるんじゃないですかね。10年ぐらい前、一応フラットフォー、あの有名なお店でやってもらってるので、まあ、当時を再現してるとは思うんですが、なるほどなるほど。おそらく当時ものよりもちょっと白いかもしれない。ああ、そうですか。これ柳瀬ものなの？柳瀬ものです。これは希少でしょ？はい、希少ですね。ああ、やばいね。それであの超有名店のフラットフォーさんでやってもらいました。はい、レースは、はい、外装とエンジンと、あとシートの張り替えとか。シートの張り替え、内装もフロント上げてもらっていい？おい、まあスペアタイヤが鎮座しております。ここに柳瀬のプレートがあります。本物の柳瀬ものです。あんまり荷物は乗らないの？乗らないですね。エンジンを開けてもらいたいと思います。おっと、綺麗ですね。フラットフォー鎮座しております。特にもう純正基調でレストアしてる感じなんですか？そうですね、基本的には何も変わってないです。何も変わってない、はい、これちょっと気になったんだけど、はい、リアのレンズってアイロンテールっていうモデルです。おー、伸ばすアイロンの形をしてるっていう。なるほどなるほどなるほど。68から69年に採用されてて、70年からまた変わるんですよ。なるほど。マフラー特徴的ですけど、これ純正です。これも純正なんだ、はい、いいね。はい、では引き続きまして内装を見ていきたいと思います。あ、このクラシックでありますが、非常にコンディションがいいのがよくわかります。ほんとこの雰囲気が最高ですね。で、天井は多分張り替えてます。天井張り替えてますですけど、この側面のパネル周りの塗装はそのままだから、はい、塗装はそのまま、はい、これもそのままです、ね、コンディションいいわ、うん、で、このシートさ、これはこのシートもレースは当時のものですけど、うんうんうん、このシートの張り替えは行ってると思います。ドアのこの内張りも張り替えてますね。リアシートも張り替えてるということで、はい、この後ろのパネルはそのままですね、うん、いやー、その割には結構いいんじゃねえかな。コンディションいいよこれ。はい、ではですね、オーナーさんに運転していただきまして、助手席を体験させていただきたいと思います。はい、シートベルトなし。シートベルトなしでいただきます。年式的には問題ないです。1969年式フォルクスワーゲンビートル、助手席で楽しんでいきたいと思います。サンルーフからの風が気持ちいいな。本当ね、サンルーフ付きは珍しいらしいですよ。珍しいな、まあそれとさ、ミニハンドルって珍しい。どうなんすかね。でもまあ世界中で乗られてた車だからミニハンドル仕様も普通に作ってたとは思うんですけどね。まあ柳瀬ものっていうことは日本仕様で最初からミニハンドルの可能性もあるかな、うんうん、本当に53、4年前の車とは思えないからね。普通に走ります。ボディの剛性感がね、あのドア閉めた時のカチンってあの感じは今の車にもないぐらい硬いですよね。前のゴルフずっと乗ってたじゃないですか。ゴルフは3台乗り継ぎました。シフトフィールはすごい似てます。そのあのクラッチの感覚とか FF と RR で全然違うはずなんですけど、まあ似てますね。フォルクスワーゲンってやっぱ独特な乗り味あるんだよね。まあ全体的に重めの乗り感じ。そう重めな感じってあってさ、その重さがもうすでにこの69年式のビートル自体から続くっていう感じがするって話でしょ。うん、そうかもしれないですね。車検証の車重が900キロちょっとなんですよ、確か。1000キロないんですよ。そうなんだ。で、案外よく走るんですよ。あ、なるほど、うん、まあ、スピードはもちろん出ないし加速も悪いんですけど、うんうん、軽いんですよね、ハンドリングがね。まあ、正直長距離はそんなに乗り心地がいいとは言えないんで、それなりに疲れます。はい、
常にご好意に甘えてる私でございますが、運転させてもらえるということなので、カメラを渡して運転したいと思います。はい、ではどうぞ。はいはい、はい、こうだね。そうです。さあ、それではですね、久しぶりの、クレーエンジンの、リアエンジン。さあ、それではですね、久しぶりの、クレーエンジンのリアエンジン、あるある自分的には慣れてるあるあるのはずです。さあ、久しぶりに運転したいと思います。はい、下手くそです。下手くそであります。あ、思った以上にブレーキ効かないんで注意してください。あ、わかりました。はい、お、確かに効かない効かない効かない、そう、効かない思った以上に効かないですから。思った以上に効かない、でもスピード出てないので。そうです。あまり不安はありませ ん, ません。やっぱボディの剛性感っていうのはすごい感じる。うん、荷上げてしまう最高だ。いやー、素晴らしいわ。いやー、もうなんかいいな。古い車欲しいの、欲しくなる。あ、もしかしてサイド引いた？あ、焼けてる。焼けてるかも。サイド引きっぱなしだったかもしれない。あれ？あ、かもしれない。くせえ。くせえ。やべ、やっちゃったかもしれない。大丈夫か？あれ？どうかな？うわ、匂いする。ちょっと水かけた方がいいかな。焼けてますね。焼けてる。うん。あ、やべ。やべ。水ありますね。水。水。はい、ちょっと水を。水。ジョロ？何でもいいっす。とりあえず冷やすんで。大丈夫っしょ。あるある。あるあるですね。全然気にならない。いや、俺も気づかなかった。申し訳ない。え、自分の時から引いてた。多分聞いてないです。あ、そう。さあ、それではですね、久しぶりの、クレーこっちがすごいな。左の、右の方が多分シワワンでしたっけ。あれ、あ、やっぱ燃えなくてよかったな。でも、まあ、ブレーキシューが焼けた程度になるはずだから、はい、そんなでもないとは思うんですけどね。はい、問題は、うん、離れなかったら待ってる。あ、そう。ええ。うん。ああ。多分大丈夫じゃないかな。大丈夫じゃないかね。大丈夫。なんかネタのためにやっちゃったみたいな感じだった。いや。ペリコーマに持ち込んでスニーキングのジャブで。え、いや、そう、あの、俺、安いところ、じゃあ安いところは俺紹介する俺紹介するっていうことで、1969年俺と同い年のビートルデビューさせてもらいました。はい、最後ちょっとやらかしましたけど、壊れた際はですね、責任持ってあの修理させていただきますが、知り合いの安いところでやらせていただきたいと思いますので、勝手に修理しないでくださいという形で、はい、とんでもないレビューとなっておりました。今後もサイド引っ張ってこんな煙ふがしといてなんですけど、やっぱ大事に乗るんでしょ。大事に乗るでしょ。なんかね、ちょっとこういう話するとあれですけど、最近亡くなられたおじさんの形見、そうですね、形見になってるので、形見になってるんで、はい、まあ、私がいるうちは話さないでしょ。いるうちは話さないと、はい、いうことで、フォルクスワーゲンのビートル69年式をレビューさせてもらいました。最高でした。ごっさんですブレーキ壊れてなきゃいいけどか。ありがとうございました。あれ、髪さっぱりしましたね。ありがとうございました。じゃあ、ちゃんとサイドを下ろして、ちゃんと帰ってください。